はい、インフィ開発者の森田です。今回は肩こり。女性の一番こう痛みを感じる、ナンバーワンのところですね。男性は第2位です。肩こりをスパイラルボールミニ1つでほぐすということをやってみたいと思います。それでは、まずはじめに、このスパイラルボールミニのちょっと説明をしたいと思います。実はですね、スパイラルボールミニ、特許取得構造なんですね。どこがすごいのかって言いますとですね、普通はこういうボールっていうのは、一つの素材でできているものがほとんどです。そうするとですね、とても柔らかいか、とても硬いか、どっちかなんですね。で、硬すぎると、どうしても、まあ、皮膚とか関節を痛めやすいと。それから柔らかすぎると、ストレッチ効果が薄れると。ということで、これ実は両方を持ち合わせたものなんですね。どうしてかというと、こういうふうにですね、二重構造になってるんです。はい。外側は柔らかくって、皮膚と関節を痛めない。ね。で、内側に硬いボールが入ってます。はい。なので、ストレッチ効果がすごくあると。こういう構造になっています。その他ですね、この波々の模様なんですけども、ちょっとよく見てみてください、これね。はい。幅が広いところ、狭いところ、広いところ、狭いところ、広いところ、狭いところ、ありますよね。筋膜っていうのは、いろんな、形で、こう、癒着というのが起こるんですね。いろんな方向に伸ばしてあげなくちゃいけないと。いろんな刺激を与えてあげなくちゃいけないと。いうことで、これ、ツルツルのボールよりもですね、こういうガタガタをつけることによって、とてもこう、複雑なストレッチ効果を与えるんですね。で、こちらの幅が広いところ、同じ素材でできているにもかかわらず、幅が広いところは沈みやすいです。で、幅が狭いところは沈みにくいんですね。はい。沈みやすい、沈みにくい。で、これの交互に、こういった波が来ますので、いろいろとこう複雑なこう刺激を与えてくれるようにできています。これも特許構造の一つの形状になるわけですね。はい。私もいろいろとこれ、まっすぐの波だったりとか、ね、こういうこううねっているものとかいろいろ作って試したんですけども、なぜかこれがすごく気持ちいい。はい。で、今まではですね、このミニのソフトというものを販売してたんですけども、新製品、今日は使ってみたいと思います。これ何が違うかっていうと、これハードなんですね。スパイラルボールミニハード。スパイラルボールミニハードのどこが、今までと違うかっていうとですね、この中に入っている芯ボール、これとても硬いんですけども、これがですね、ソフトの場合には60ミリなんですね、直径が。で、ハードになります。これが68ミリになります。68ミリになるということは、その分、この外皮の沈み具合が少なくなるんですね。それで、まあ、早めにこの芯ボールに当たるということで、硬く感じるんです。ここが硬くなってるわけじゃなくて、ここの柔らかさは一緒です。ので、まあ関節とか皮膚を痛めないという構造はそのまま、当たりがこう硬いところに当たる感覚が早くなるので、ちょっと押してもすぐ当たるようになるので、硬く感じると。そこが違うんですね。はい。なので、じゃあどういう人にいいかっていうと、やっぱり張りが強い人。でもちょっと押されても、いや、ちょっと感じない。もうちょっとグイグイやりたいな。力強くやりたいなっていう人だったりとかにすごく向いてると思います。なので、まあ肩こりがもうひどくて悩んでて、ちょっと押されても、もっと強く押してくださいっていう人いると思うんですけども、まあそういう人にハードは向いてます。はい。では、これを使って肩こりの、ほぐしをやってみたいと思います。まず、皆さんが、あ、肩凝ってるなーってね、よく思うところ。肩甲挙筋とか、それからその上の方にある重なってます、僧帽筋の上部。はい。この辺ですね。このあたり。はい。このあたりを、よくほぐしてみたいと思います。
まずは痛いなってね、すごい張りがあるなって思うところをまず初めにちょっとやってみたいと思います。はい、でこれはですね、ちょっとこう上の方なので、まあ普通に寝てやるとこうスルッとボールが抜けちゃうんですね。はい、なのでここに当てがいましたら、お尻をですね、クーって上げます。はい。で、当てがって、こうやってコロコロするんですね。自分の体重がかかるので、結構、激しくこう食い込んできます。ね。で、それを、ちょっと弱くしたい場合にも、まあ、頭をしっかりつけて、で、反対の手だったりとか、腕で体重を逃がすような形。もちろん、今右肩やってますけど、右の手をつけて、少しこう補助してあげる。そうすると、体重のかかり具合が調整できます。はい。ということで、僧帽筋上部とか、肩甲挙筋。はい。のところをちょっとこれほぐしてみました。はい。で、実は、ここの張り、ね、皆さん、こう、よく座ってパソコンやったり、スマホやったり、して、こう、首が下がってることがね、多いと思うんですよね。結局ね、この首がずっとこう下がってると、ここの僧帽筋上部だったり、まあ、この辺にね、すごい負担をかけるんですよね。それでこちらが張ると。で、頭5、6キロありますから、それを支えているということで、ここが張ってくるんですね。で、ここの、まあ、肩こりがひどいなと思う場所だけではなくって、その他のところも影響あるんですね。ちょっとね、首をやってみたいと思います。で、首はですね、まあ、こう首を当てて全体重を乗っけると、こう、頸椎を痛める可能性があるので、私おすすめしているのは、このボールをマッサージのように、こうやってこう、ちょっとこう回しながらね、コロコロしながらほぐしてあげる。これ結構気持ちいいです。はい。で、後頭骨のこの付け根のあたりから、この下に向かって、こうほぐしてあげるんですね。これだけでもね、結構ね、楽になりますね。はい。実は肩こりといっても、肩が張ってるだけじゃなくて、こういったね、首の後ろ側ですね、ここが、張ってて肩が痛いとかっていう風になることも非常に多いです。はい、ね、よくこうやって揉んでみてください。はい、このね、その時にこのガタガタがね、気持ちいいですよね。で、続いて肩甲骨ね、緊張していると、肩が、こう、肩に力が入るって言いますよね。じゃあ、どういうふうに肩に力が入るかというと、下に向かって力が入るんじゃないですよね。肩がね、ぐってこう、上がっちゃうんですよね。なんか仕事してても、うわ、なんか肩に力入っちゃってるっていうことあると思うんですけども、そういった場合にですね、肩甲骨もぐってこう、上の方に上がっちゃってるんですね。はい。で、肩甲骨の内側の部分、こっち外側だとしたら、まあ、脊柱があって、内側の部分ですね。これ、菱形筋とか、僧帽筋のチューブですね。この辺もよーくほぐすとすごくいいです。はい。で、肩甲骨周りこれからやりますので、はい。まあ、ここの部分ですね。はい。をやってみたいと思います。はい。これがね、スパイラルボールのレギュラーサイズあるんですけども、あれちょっと大きくできてるんですね。あれだとね、この菱形筋とか僧帽筋チューブ、ここに食い込みにくいんですね。ちょっと大きくて。これだとぴったりはまるんですよね。はい。で、こう、縦に、こう、揺すりながら、ほぐしていくんですけども、今右の方やってます。右手を左肩に当てて、ずっとこう、肩甲骨が外側に行きますから、ね。そこで、はい。こう、縦に動く。
すごい入っていきます。ぐいぐい入っていきます。で、先ほど言った通り、この圧を少し軽くしたければ、反対の左と腕、肘、ね。で、ちょっとこう支えて、少し体重を逃がす。あとお尻もしっかりつける。ね。この時に、このね、下のマットの滑りがいいとすごくやりすぎるんですね。ヨガマットはダメです。ヨガマットはズッって止まっちゃうんだよ。ね。ちゃんと動けないんです。ストレッチに向いてないんです。ストレッチするなら、ストレッチマットです。こう、スベスベするやつね。はい。こう、縦に向きます。いいですね。あー、ぐいぐい入ってくる。これはすごい。はい。いいですよ。今度は、肩甲骨のちょっと下側に、肩甲骨の、ね、周りを全部やりますからね。下側行きます。肩甲骨よりもちょっと下に持ってって、その場合にはですね、右手を頭の後頭部の後ろに当てがってもらって、少し肩甲骨をグッて上げます。上げた状態で、左右、体を振ります。はい、グリグリグリってね、グリグリやってますね。こういうね、肩甲骨周りとかね、自分で本当にほぐしにくい。で、テニスボールとか使ってもできるんですけども、ちょっとね、柔らかすぎて、どんどん空気が抜けてくる。それからね、滑っちゃうんですよね。こうやってやるとね、スポーンって抜けちゃったりするんですね。テニスボールだと。で、ちょっと小さめです、テニスボールは。なので、こう、当たりが弱いんですよね。テニスボール使って物足りないなーって思う人、ぜひ、このスパイラルボールミニをおすすめです。ね、これ滑らないようにできてるんでね。はい。はいです。今度外側行きます。肩甲骨の外側。ね。腕をね、こうやって持ってったり、こうやって持ってったりするときに使う大円筋、小円筋っていうね、筋肉があるんですけども、そこの脇の下のところね。そこから、これまた食い込んでくる。これね、フォームローラーだと、ここまでの食い込みは全然ないんです。なんとなく全体に当たってるなってだけで、ね、ピンポイントで食い込んでいかないんですよね。はい。そこから始まって、まあ、いろんな動きしていいと思います。こうね、回してもいいし、こう上下に動いてもいいし、いろんな方向に伸ばしてあげてください。はい。それで、こう、肩甲骨の、この、外側の部分ですね。ここね、本当にね、張ってる人は、痛いって動けなくなっちゃうんですね。で、私はまだ動けますけども、まあ、右の肘、腕、ね、とか、もう、あとこっちはもうべったりつけて、ね、体重を逃がしてやるといいです。それから反対の手でね、ちょっとこう、少し体を浮き気味にしてやると軽くできます。はい。これで肩甲骨の周りをね、全部、やりましたけども、実はですね、肩がこう、前に入っちゃってる人、ね、巻き肩って呼んだりとかね、肩猫背とか呼んだりしますけども、ここをしっかりと前もほぐしてあげると、肩関節がニュートラルな位置に行くので、こういった肩にも負荷がかかんなくなるんですね。ということで、この、前の方もちょっとやってみたいと思います。ちょっとお尻を浮かしてみて、はい。これもね、きついなーって、ちょっと痛すぎるなーって。いう人は、ちゃんと左手でしっかり押さえる。ね。右手は、こう、スリスリ動かしますけども、体重をかけすぎないようにしてやってみてください。ね。で、その時に膝を前に持ってきてやると、これも体重をかけすぎないでやるいい方法です。それから、あともう一つは、こう、女の子座りみたいなね。
足を向こうにこう持ってって、で、やってみるのもいいと思います。はい、そうすると、このね、三角筋と、それから、胸筋の間、まあ、肩と胸の間だったりとかがすごくやりやすくなります。はい。ね。それから、今ね、まあ、大胸筋ってこう、胸の中でも大きい筋肉は、この、コロコロしながらね、伸ばせることができるんですけども、こう、ちょっと手を上げると、ここにちょっと溝ができます。大胸筋の裏側に。そこに指をぐーって入れてもらって、指をね、入れてもらって、外側に、腕を外側に、はい、こう、外旋するような形で、ぐーって、この小胸筋っていうね、大胸筋の下にある筋肉ですね。それをこう、ストレッチさせます。はい。それからね、この肩周り、ね、三角筋。この辺もですね、まあ、あまりここ体重かけすぎないで、軽くこう、あてがうような形で、ほぐしてあげます。で、腕を中に入れて、三角筋でもこの外側ですね。それから今手を上にして、手のひらを上にしてやってましたけども、手のひらを下側にして、三角筋でもこのちょっと下側ですね。背中側。あまりね、これ体重かけすぎると痛いので、今正座している状態ですけども、足に体重を、乗せて、軽くこう揉むようにしてやってみてください。はい。これで、肩こり、の一番痛いところじゃなくって、それ以外の周りの、肩に影響を与えるような、周りの部分もほぐしてみるといいと思います。はい。今回はスパイラルボールミニのハードを使ってやってみました。皆さんもお試しください。